ユーロピアノ TV キーブッシングクロス交換のご案内をいたします。鍵盤はバランスピンを支点にフロントピンの動きに沿って上下運動します。このバランスピン、フロントピンと接する鍵盤面にはスムースな動きをするためにクロスが貼ってあります。これをキーブッシングクロスと呼びます。鍵盤を引くとピンとクロスによって横ブレすることなく動くのですが、使っていくうちにクロスが消耗したり押しつぶされて左右にガタガタするようになります。ベヒシュタインモデル M のキーブッシングクロスを貼り替える作業の様子を見てみましょう。クロスはドイツレンナー製の高品質なものを使っています。よく研いだ切れ味の良い刃物でクロスを丁寧に切っていきます。フロントとバランスのキーブッシングクロスの両方を貼り替えます。キーブッシングクロスを貼り替えることで鍵盤の横ブレがなくなり従来のタッチがよみがえります。キーブッシングクロス交換は 21,400円より受けたまわります。ユーロピアノまでお問い合わせください。ありがとうございました。